まあ、までこのスタンバトで殴り続けて棍棒みたいな感じで、あ、やばい、起きちゃった。起き上がることもあるけど、起き上がったらビリつかせよ。みんな勝ったわ。よし、オッケー。これどっちから行くんでしたっけ。右から行くんだったっけな、左から行くんだったっけな。ここ全然覚えてない。あ、十字架拾った。こんなところで十字架拾った。ああ、布あるじゃないですか。ナイス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 。で、電子部品とかももういいんで、やばい、電池がなくなってきましたね。これ電池必須アイテムかも。これ私右から行きました、左から行きました。前とりあえず左の様子も見て、あー、これ工具があって、あ、ここにレポート、多分これこの鉱山のレポートですね。これはしまいの。とりあえず左から進んでみますか。二手に分かれてて右左あるんすけど、あそこにライト持った人いて、これどっち先だ。あー、これ次元爆弾で吹っ飛ば、 C4 で吹っ飛ばすところか。ほら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 、吹っ飛ばすとこです、これ。これ広いの。はい。で、ショートカットは今スタンガンついて、でももうこれスタンガンいらんくなりますよね、こうなってくると。こいつ次元爆弾でいいもんね、これだったらね。これで次元爆弾を、吹っ飛ばしましょうか。あら、よっと、行くぜ。で、逃げる、下がる、吹っ飛ぶ。えい、これで道が開きます。そして私はスタンバトンを持ち替えます。よいしょ、行くぜ。この先、あ、そう、音で毎回びっくりするとかって、これ結構この洞窟長かった気がしちゃうんですけど、サクサクガンガン進んで、もうでもこれスタンバトンだったら結構怖いもんなしできる。あ、いるわ、ここにいるわ。ここ確か何匹かいて苦労した気がしたんですよね。あー、ほら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 、いる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 。あの続きしてくる子も聞くかな、スタンバトン。とりあえずみんなみんな感電しなさい。はい、みんな感電しなさい。次の方も感電しなさい。で、スタンバトンで殴ります。ほら、どうや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 。これいつ、あ、これもうやっつけた。オッケー、よし、次次次次次次次行くぜ、どんどん行くぜ。ほらほら、これなんであのところにスタンバトンが落ちてることを私は気づかなかったんだろう、こっちに最初に来た時に。これだって最初のさ1周目の時の生放送でこれスタンバトン拾ってたらもう無双よ。来た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 、こいつだこいつだ、こいつにスタンバトンくれ。よっしゃ、食らうぞ。ただちょっと待って、復旧が早い、復旧が早い、この人復旧早いわ。お口広めの人だから2発ぐらい殴ったらやばい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 、やらかした。ここじゃないですか、ここ。いやー、ありました、ようやくロープガンゲットでございます。よーし、これでターちゃんができるんでね、あ、あーができるようになるんで、ありがとうございます。ちょっといただいていきますね。あと他に落ちてるものはなくて、で、ここいたー、オッケー、皆さんロープガンゲットでございます。そして私はもう電池がないからライター持ってとりあえずひた走ります。よし、やっと出てこれた。もう外は暗いですね。いや、ケンちゃん全然現れなくなっちゃったな。これもう夜遅すぎるかな。ケルベン、ゲットしたよ。今ね、夜9時14分。いやー、もうこれ、このまま、どうする？スコップ取りに行っちゃう？ロープガンとリブリーザーが手に入ったら、スコップ手に入るんですよ。で、もうやってないことって言ったら、あともうスコップ取りに行って、穴掘んなきゃいけないんですよね、ひたすらね。で、いろんなアイテム取らなくちゃいけないので、どうすっかな。ということで、待てど暮らせどケンちゃんは現れませんから、まずは、スコップも先に取っちゃおうという作戦でいこうと思います。まあこれスコップ取ればね、やることまた増えますんで、島中の穴を掘りに行かなくちゃいけないけど、とりあえずサクッとスコップ取りに行きますか。おし、引っかかってる引っかかってる引っかかってるってことはこれいけんじゃない。うわーっしゃこれぞまさに一網打尽。1、2、3、4、5匹ぐらいいません？地底人。うわ、やば、
ここみんなで引っかかってる。うわしないしないし、やばい、一番奥に当たってない。オーケー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 。ここを上がるといっぱい待ち構えてたような気がするね。あー、いる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 。1、2、暗いな、その奥が見えない。ちょっと1、2、あー、いるな。3、4、やべやべやべ、ちょっと待って、これバック、ここバック、ここバックして誘導して、ここで溺れさせる。やべ、めっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる。何人いるのこれ。1、2、3、4、5、5の2か5の2か。はい、溺れます。1人、お二人様、あ、お一人様、あ、やばい、一発もらう。後ろ下がりつつ、はい、2人、あ、いや、もうギャップで、いや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 ー、燃やしきれてないか。1、2、3、いや、手前にもいる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 。奥に、あー、ツインズ、はい、あー、いや、避けた、避けられしまった。ちょっとジャンプのタイミングミスりましたね。しっかり当てよう、しっかり当てよう、しっかり当てる。よし、オッケーオッケーオッケー。これでツインズも兄弟もやしいの。よい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 よ、ほい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 、まあ一人ずつこれでしっかりやっつけていく。よし、これでオッケーじゃないですか。さあ行きましょう。伝説のスコップゲットの現場ですね、これが。弾拾いの9ミリ弾。あ、ちょっと痛い、まだいる、ちょっと待って。今いいとこ、これね、このゲームでこのスコップ重要アイテムですから。来ました、皆様ゲットいたしました。そしてこれ見えない壁で向こう側はいけないんですよね。よし、あとはこれでスコップゲットしたんで戻って帰るんですよね。よーし、じゃあ帰りますか。ただいまー、スコップ取って帰ってきたよ。はい、でとりあえず今集めてきたものをザクザクっと簡単に紹介すると、これロープガンゲットしましたね、まず。でここでスタンガンと、あとスリングショットね、これもちゃんと取りましたから。でそして念願のショベルというところですね。ここまで来ればまあ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 一通り揃ったかなと、アイテムはね。で次はショットガンとかそこら辺取りに行きたいんですけど、あ、そういえばコメントでいただいたんですよ、ありがとうございます。これ抜けてましたわ、修復ツールっていうのが私作ったことなくて、これ作るとこれでいいのかな、結合。はい、家の修理がこれでできるっぽいんですよね。お、一緒のできた。これでトントンする感じかな。はい、でこれで叩くと、おおおおありがとうございます。これコメ欄で教えてもらったんですよ、修復ツールっていうのを作ってトントンすると治りますよって。ありがとうございます。確かに治るわ。あ、これで治すんだ、壊れかけた拠点。はい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 、あ、治る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 。わ、めっちゃいいじゃんこれ。しかも壊れないからずっとこれトントンしときゃいいですよね。あー、これでトントンするのね。あ、ありがとうございます。とりあえずこれで一通り全部トントンしといた方がいいな、これ。ケルビン、やっぱ怒っちゃったかな、ケンちゃん。いやもう、いや探索とかさ、いろんなアイテム取りに行くのはもう最初のさ、発売日にもう生放送でブワッとやっちゃったじゃないですか。だからまあ同じ映像になるから、もう今回のシーズンというかシリーズはね、ケンちゃんとこのね、仲良く距離を縮めていこうかなって私は思ってたんですよ。だけど全然現れてくんないわ。前回さ、あの GPS なすりつけようとしてさくっつけたじゃない、気絶させたじゃん、殴って。で怒っちゃったかな、全然現れてくれなくなっちゃったんですよ。いやまあ次ケンちゃんが現れる時間、だいたい5時半6時ぐらいになると、まあ昼間でもね突然現れてたりしたんですけど、いやー夕方まで時間あるしな。いやこれで今日夕方ケンちゃん現れなかったらもうやばいっすよ、マジでガチ切れケンちゃん。だからまあバッテリー1個しかないし、ちょっとりあえず武器がまだ弱いっすよね。だからスタンバトンこのまま使い続けても電池が結局もうなくて使えないから、やっぱクロスボウ欲しいなっていうところあるんですよね。だからケンちゃん待ちの間、とりあえずスッとクロスボウだけ取りに行っていい？スコップゲットできたからさ、クロスボウは取りに行けると思うんだよ。フェルビン、ちょっとケンちゃん呼んできてよ、その間にこっちに全然現れてくんないですもん。
よし、確かここをもう掘れるようになってるから、そう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 、こっからですよ。いやね、フォレストはもう今作はほんとスコップ取ってなんぼみたいなところありますからね。これで掘ってハッチ開けて中の施設で確かクロスボウゲットできたはずなんですけど、あれここじゃなかったでしたっけ。ちょっとなんか場所が曖昧なんですけど、とりあえずこれ掘り切ってハッチ降りて、あー見えてきましたね、ハッチこの下でハッチが出てくる。はい、でこのままちょっと下降りていきましょうか。お邪魔します。確かここだったような気がしたんですけど、違いましたっけ。ここはどこだ。暗い、ちょっとラグですね。はい、あれ違うかも。しかもここあれじゃない、いや流れてるわ、あやばい、ちょっと待って、歌付きの BGM みたいなのがなんか流れてるから、ラジカセ、どっかのラジカセかなんかから流れてるんで、ちょっと待ってね。これゲーム音、あそっか、編集だったらゲーム音止めればいいんだ。ちょっと待ってよ、じゃあこっからちょっとゲーム音は無音でいきます。なんかラジオみたいに流れてるんですよ。でボーカル付きだから、あー奥にベイビーって、あれここじゃないな、クロスボウ。なんかあれですもんね、クロスボウって確か温室栽培とか水耕栽培みたいなところの、ああれ食料庫か。あ違う、あ待てよ、カードキーゲットしたぞ。これメンテナンスキーかな、メンテナンス作業員のカードキーかなんかをゲットしました。あれ食料庫の先ってカードキーじゃんといけなかったでしたっけ。あーちょっと待てよ、ここじゃなかったでしたっけ。もうちょっと曖昧になっちゃってるけど、ここ進んだ先に食料庫みたいななってたような気がした。あー多分ここですね。一旦洞窟なんですよね。ちょっと待って、明かり明かり、一旦洞窟でこの洞窟下降りていくと食料庫のハッチあって、でそのハッチの先がカードキーないと進めないんだけど、私が持ってるカードキーでこれいけるか、ここから先ちょっと不安だな、開くかな。とりあえず一旦降りましょう。とりあえずね、さっきね、食料庫だと思って、ここ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 だと思って行ったところが違ったんですよ。でそこでカードキーは1枚拾ったんで、とりあえずあのご飯食べます。ここですね、このカードキーいける、あナイス、結果オーライでしたわ。先にこっち来ててもこっから先行けなかったから、あーここここ、これですこれです。で確かここ進むとクロスボウゲットできるんですよね。あーそこにキッズたちがいますね。とりあえずこれでちょっと燃やしちゃいましょうか。右にゾンビはいませんと。はい、オッケー、この人じゃない、あーありましたクロスボウ、オッケー、これゲットしたらもうとりあえず大丈夫っすわ。もう銃とかだと結局弾なくなるじゃないですか。まあクロスボウも弾なくなるんですけど、クロスボウ回収できるじゃないですか。よーし、これをショートカットキーに設定していいですね。よーし、オッケーオッケーオッケー、これで斧とクロスボウとでいけると。いやーこれですこれです。ちょっと待てよ、ここに矢が刺さってるから矢も回収して、でこの先にもうすでに確かやつがいた気がするんですよ、口裂けが。ここを取ってとりあえずクロスボウ、いました。ちょっと暗いからあんまりわかんないかもしれないんですけど、明るいとこ行こう。これです。いやこれが一番最強なんじゃない、結局。で火力もまあまああるんですけど、弾回収できるんで、これね、でこれでリロードでしょ。よーし、さあこれでとりあえずひとしきり安定するんじゃないですか。これでやられることが多分少なくなると思います。ハンドガンの確かライトを分解してこっちに付け替えれた気がするんですよね。ちょっと待ってくださいよ、ハンドガン1回分解して、ちょこれのパーツを取ってクロスボウに、あーつけれますね。あ、オッケー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 、とりあえずつけていきましょう。ついにここまで来ましたね。ここで防犯カメラに映ってるんですよ、過去の録画記録だと思うんですけど。とりあえずこの辺で回収できるアイテムは全部回収して、なんか紙ゲットしましたね。そこの防犯カメラに映ってるんですけど、これキューブって言ってますね。この装置のことか、これエンディングに関係してくるやつですよね。キューブにふっついて触れてるわ、パンドラの箱ってやつでしょ、これだな多分ね。こういうのとかも見つける、それ現物の大きさの写真なのかな。とりあえずどんどんかし、あー来ました、出た、ビップカードキー。これやっぱケンちゃんの写真っぽいよな。じゃあ私の予想は合ってると思うんですよ。
あのお父さんとお母さんは変異体で感染しちゃうかなんかで、この防犯カメラが普通でこう多分富豪の人たちが集まってパーティーやってるんですよね、この先で。でここでこうほら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 地底人みたいな感じでゾンビになっちゃうんですよみんな。でお父さんもお母さんも多分なっちゃうんじゃん。で娘はなんかこう不完全っていうのか、あれ完成形なのか分かんないんですけど、手と足が生えちゃったみたいな感じで、そんな感じだと思うんですよね。これずっとこの防犯カメラの録画記録が巻き戻ったり進んだり、これずっと同じ映像がずっと繰り返し流れてるんですけど、とりあえずこれであの娘のカードキーはゲットして、いやでも分かんないですよ、バージニアなのかなケンちゃんが。そしたらあのバージニアだからワンちゃんになっちゃうよねでこれで確かこの先行けるはずなんですよ。これで開けるでしょ、ビップカードキー、これカードキーで開きます。はい、で、ここで確かあいつらが揉めてるんですよ、見たことない。オープニングで気絶させられて銃で撃ち落とされた、あのテカテカのジャケット着てるお兄さん。それちょっとこの周辺の周りで取りこぼしのアイテムないかどうか、アイテムだけどんどん回収していって、もうとりあえずドリンクはもうこれ以上持てない、とりあえず飲んどきましょうか。取れるものは全部取っておきたいんですけど、これはあ、このジュースの広告だわベーコンキューブだって、ほらそこにいるでしょ、そこにほら、それ特殊部隊と一緒に揉めてて落ちるんですよ、この中に落ちていっちゃうんですよね。すぐ撃ったけど反応しなかったですねとりあえず取れるもの、この辺でなんか実績解除できそうなアイテム系を取りこぼさないようにしっかり回収していきたいですね。それでひとしきり取った、これはお、ドレスゲットしました。これ着替える、一応ねなんか服系とかもパーカーとかいろいろ拾ってるんですけど、これ主人公着替えれるんですけど、着替えたとって見えないんですよね自分の格好は。だからあんまり意味ないというか、服ゲットしてもこれ実績解除とか関係してくるんですかね。とりあえず以上かな、これで潜って地上に上がって洞窟終了なので、とりあえずクロスボウはゲットできました。どうしたんだケルビン、どうした、ケルビンがおかしいんですよ、なんか空気椅子でずっと座ってて、ほら目がいっちゃってるんですよちょっとケルビン目がいっちゃってるんだよ、さっきからずっと。え、何、あ、どうしたどうした、何に怯えてるんだお前、え、じゃあついてこいって指示を出しても全然ついてこないんですよねケルビンが。え、どうした、あーこの人に反応してたんだケルビン。じゃあケルビンがさっきからずっとおかしくて、原住民が襲ってきても動かないんですよ空気椅子から。筋トレ中かケルビン、大丈夫、ちょっと待って、とりあえずこの人やっつけて、はい、いやもうクロスボウがあればね原住民に絶対負けることはないんで、あーはあ、ケンちゃんちょっと待って、いや今のクロスボウは違うのよ、あの原住民が襲ってきたからさ、持ってただけでケンちゃんに向けたわけじゃないから逃げないで、ねえ武器持ってないでしょ今、ケンちゃんお願いだから行かないで、お願い、はっはっ、なんか蹴った、ウサギか、ウサギ蹴って倒したのか、大丈夫、ちょっと大丈夫、ちょっと、ああ大丈夫そう、とりあえずケンちゃん食べてますね、ウサギ蹴って倒して今食事中だね、ケルビンちょっとケンちゃん来たって、ケルビンちょっと今こっち、ああこっち来た、こっち来た、みんなやばいやばいやばい、あドキドキする、ケンちゃんこっち来た、大丈夫か、走って逃げないかな、ケンちゃんお願いします、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 心を開いてケンちゃん、こんなに今ケンちゃんのために頑張ってここ今回もうプレイしてるようなもんだからさ、大丈夫、あ、どうだ、座ったー、ねえ座った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 、ケンちゃんが座ってます、体操座り、しかもえ、どうしよう、腕と足が3本あるからさ、そういう感じで体操座りするんだね、あ、近づいても大丈夫ケンちゃん、やばい顔がすごい血まみれになってるけどケンちゃん大丈夫、すごい斬新な、なんかあぐらかいてるのか体操座りしてるのか分かんない状態なんだけど、あったかいねケンちゃん、ねえ焚き火どう、これで温まってよね、ちょっとお肉食べる、これ腕と頭と足、焼肉嫌いねえ、お肉食べてたじゃんさっき、焼肉嫌いなのかな、ほらほら焼けてきたよだんだん足がダメか、全然興味なさそうだな、すごい主張してるんだけどなさっきからこの足、ケンちゃん焼肉そんなに生派かな、
うさぎ食べてたけど、あれ生で食べてたのかな。やっぱりもう焼いてる素振りないですもんね。あんまり焼肉好きじゃないんだね。ユッケとかが好きやんな。おーっと動き始めた。あ、気に入らなかった、やっぱ食べケンちゃんね。あ、あ、ちょっと待って、あ、ねえ、ねえ、ねえ、今一瞬バックマークついた今、ほら、あ、ちょっと待って、バックマーク、バック、はぁ、あ、ちょっと、え、ドレス選べる、え、ドレス渡せ、うわぁ、はぁ、ドレス渡せた、ねえ、ちょっと待って、え、スイムスーツ着てたの今、あ、泳ぐ用のスーツ、これ、きーたぁ、あ、ついた、ついた、ちょっと、え、ちょっと、え、銃、ピストル、え、なにこれ、ショットガンとマーク、ピストル、うおー、ちょっとケンちゃん銃持ったんだけど。